第一の芸術祭越後つまりアートトリエンナーレは新潟県越後つまり地域で開催される世界最大規模の国際芸術祭。人間は自然に内包される折り年に新潟県越後つまり地域の約762平方キロメートルの広大な土地を美術館に見立てアーティストと地域住民とが共同し地域に根ざした作品を制作。 継続的な地域展望を開く活動を目的とする芸術祭である。大地の芸術祭は交流人口の増加、地域の情報発信、地域の活性化を主要目的としたアートプロジェクトである。越後つまりという地名は地図上に存在する名称ではなく、古くからこの地域がつまり号と呼ばれたことに由来する。二千五年四月に合併で新、1日、調子が誕生したが、 芸術祭では、旧市町村に由来する、川西エリア、松城エリア、松の山エリア、中里エリア、十日町エリア、津南エリアの計6つのエリアが設定されている。十日、超広域市町村圏を構成していた六市町村、光の館。川西エリアのステージとして建設され、高級的に設置された作品。ジェームズ・タレルがプロデュースした建物であり。 内部に作品が高級設置されている。1994年、新潟県では、当時の県知事、平山育夫の提唱により、広域市町村県を基本的な単位とした、独自の地域活性化策、ニュー、新潟座塗装プランが策定された。この第一号として、同年に地域指定を受けたのが10日、超地域広域県の一市四町一村であり、1996年に、 つまり号、アートネックレス整備構想が樹立。このプロジェクトの主要事業として構想されたのが、陶芸術祭である。1997年に、大地の芸術祭実行委員会が設立され、平山育夫の依頼で、新潟県高田市出身である、アートディレクターの北川フラムが総合ディレクターに就任。2000年に、第1回大地の芸術祭越後つまり、 アートトリエンナーレ2000が開催され、以後、3年に1回開催されるトリエンナーレ形式を採用している。第4回より、ベネッセコーポレーション会長の福武総一郎が協賛するとともに運営に参画している。なお、3年に1回開催されるトリエンナーレの期間外にも常時展示されている。作品があるほか、様々な催しが開催されている。 2007年と2009年には、第一の祭り、2010年2月には、エチゴつまり行きアートプロジェクトが開催されている。前述のエチゴつまりアートネックレス整備事業では、当時の各市町村に、ステージと呼ばれる拠点施設が整備され、芸術祭の各エリアの拠点ともなっている。2003年に設置された、カサグランデリンターラによる鉄の公園、ポチョムキン・ジェームズ・タレル。 光の館や、マリーナ・アブラモビッチ、夢の家が建設された。十日町ステージ、越後つまり里山現代美術館木なあれ、松城ステージ、農舞台、松の山ステージ、森の学校、キョロロが、この回に合わせて建設された。空き家、廃校プロジェクトが開始され、宿泊施設、サンショーハウスが開館。2006年第3回より始まった空き家、 廃校プロジェクトの一環として、八田島製造、絵本と好みの美術館が開館。2011年3月11日の東日本大震災に続く翌12日の長野県北部地震と豪雪の影響で、作品の約1、4が全開、半開、損傷を被る。特にオーストラリアハウスは東海の浮き目にあい、第5回回帰気までに再建された。 開期中の9月12日、イエンタウンバンドが、松台、ノ舞台にて12年ぶりとなる復活ライブを、開催企画展気をつけをトンネルを、マヤンソン、マッドアーキテクツが、トンネルオブライトとして作品化し話題を呼ぶ2018年9月現在、公開終了、公開休止中の作品も合わせて、全130作品にも及ぶ。そのうち通年公開されている作品は、 えちごつまり里山現代美術館キナーレや松台、能舞台の内部に展示されている作品を中心に数十箇所に限られる。特に陶器は公設のため屋外作品を中心にほとんどが公開休止となるため巡るには注意が必要である。十下町エリア、編集川西エリア、編集津南エリア、編集中里エリア、編集松城エリア、編集松の山エリア、 編集、ありがとうございます。